い、こっちですよ、生徒会室。いきなりすごい勢いで正反対の方向に走り出したからびっくりしましたよ。はあ、空回っちゃうことってありますよね。そういうの分かります。あ、なんでもないです。さ、着きましたよ先輩。ノックですよ、ノック。直談判するんですよね、生徒会長と。どうぞ。そりゃノックしたんだから中にいたら返事くらいしますよ。さあさあ、直談判ですよ先輩。私のスクールアイドル同好会のために頑張ってください。あなたは確か2年生の。この生徒会長、学校にいる全員の顔と名前を記憶してるんですよ。そういうところがカスミンは苦手なんですけど、ロボットっぽいっていうか。はじめまして、私は生徒会長の中川奈々です。それでロボットみたいな私に何かご用ですか？やば、聞こえてた。部員？スクールアイドル同好会にあなたのような部員はいませんでしたが。それはできかねます。我が校の生徒はあなたたちだけではありません。虹ヶ崎学園は生徒の自主性を重んじ、あらゆる部活動を奨励しています。ですから本校においてもスクールアイドルの活動を盛り上げるべく同好会を立ち上げ、スクールアイドル活動を希望する生徒は他校からの編入も受け入れました。本校としてはスクールアイドル活動を奨励したつもりです。そういう背景もあり、同好会の活動は最初のうちは順調に進んでいたようですね。そうですよ、実際刹那先輩はスクールアイドルとして活躍だってしてたじゃないですか。ええ、実績を作った生徒もいましたね。それはその今はちょっとみんなお休みしてるだけで、また戻ってくるはずなんです。先輩、ちょっとその話は。先輩！あなたの言う刹那という生徒が同好会に亀裂を入れたんですよ。違います、亀裂なんて入ってないです。誰も怒ったりなんかしてなかったですもん。分かったようなこと言わないでください。さっきも言った通り、今はちょっとみんなお休みしてるだけなんです。みんな戻ってきます。それはいつですか、中洲さん。虹ヶ崎学園にはたくさんの部活、同好会があります。部室の空き待ちをしているところもあるんです。人もいない、活動もしていない同好会ではなく、きちんと活動をしているところに部室をあてがうのは間違っていますか？間違ってないですけど、でも私たちまだ。そうです、それは詭弁では。
それはもちろんです。あ、先輩。わかりました。ただし一つ条件を出させてください。10人の部員を集めてきたら同好会の存続を認めましょう。なんで10人なんですか？同好会は5人いれば成立じゃないですか。確かに。でも今現実に5人が1人になってしまっているのです。また同じ人数では二の舞になるのではないですか。10人もいれば同じように5人が活動しなくなっても残りで何とかできるという判断のもとです。私に直談判しに来る情熱があれば難しくないことでは。無茶言わないでくださいよ。わかりました。10人集めましょう。やってやりますよ。